What's going on guys? タンカムヤシです。昨日の動画、動物に対しての考え方の動画、まだ見てない人はまずそれを見てほしいんやけど、そこで少し言わせたことがあって、1分もかからんけん、このオープニングトークで少し話させて、まずこの動画を見てほしいんやけど、ね、動物同士助け合っとるよね。俺はこういった動画を見るためにすごく胸にグッてくるんやけど、多分俺の視聴者も心が優しい人ばっかりやけん、みんな胸にはグッてきてると思うんやけど、これはまさにトミックの動画の反対の影響を与えてくれる、いい影響を与えてくれる動画やと思うよね。本来動物と動物は助け合うべきだと、それを再確認させてくれる動画。お金、動画の利益のために動物生き物を無駄に感謝せずに苦しめて殴り殺すってことがおかしいんじゃないかと思えてくるよね。あとこれは僕は彼が嫌いでやってるわけじゃなくて、彼のためにも YouTube の視聴者のためにも、人間が本来持つべき動物に対しての優しい心を持ってほしいからこういうことをやってるわけであって、そこだけは理解してください。はい、というわけでオープニングトークはこれぐらいにして、今日のトピックのメインはドレモン・グリーン&ケビン・デュラント。去年のオフシーズンにね、ケビン・デュラントが強豪ウォリアーズからまさかの移籍をしたよね、ネッツに。だけどその背景にケビン・デュラントとドレモン・グリーンが大喧嘩をしていて、それが移籍に繋がったんじゃないかとずっと言われとったんやけど、今回そのことについてドレモン・グリーンが直接コメントを出したから、この動画ではそこを掘り下げていきたいと思います。まずこの二人の大喧嘩が始まる前に、昨シーズンのある試合中にある事件が起こって、それが引き金になったんやけど、2018年11月12日クリッパーズ戦、まずこの試合で何があったかっていうのを簡単まとめたんで、それをまずは見てください。はい、とまあこういうことがあって、試合の終盤同点やったけど、リバウンドを取ったドレモン・グリーンがチームの絶対的エースケビン・デュラントにパスを出さずに突っ込んでいってターンオーバーして、延長戦に入って試合もそのまま負けたと。でもこの試合の負け以上に実は2人は大喧嘩をしていたと。そして結局これがケビン・デュラントの移籍へと繋がったと。まず知らん人のために言っとくけど、このケビン・デュラントがいたウォリアーズね、この事件が起こる前までウォリアーズは2年連続で優勝しとって、しかもケビン・デュラント本人も2年連続でファイナルの MVP を取っとったんよ。やけん普通そんな絶好調のチームを出ると思わやんか。チームのエースが、日本のプロ野球でもなかなかないやろ、優勝チームの4番バッターとかエースピッチャーがまだそのチームは黄金期なのにチームを離れるっていうね。まあなかなかそんなことないんやけど、まあケビン・デュラントはチームを離れて、この時のことについてドレモン・グリーンが最近ね発言したんよ。まず彼は言いました。この事件があった2018年のシーズン、このシーズンが始まる前に彼はヘッドコーチのスティーブ・カーとオーナーに、実はケビン・デュラントとなかなかうまくいってないと、そしてそれがとても彼のストレスになっていて辛いから、彼とケビン・デュラントの間に入って関係を良くするための手伝いをしてくれないかと、そういったお願いをしたんよ。だけどそれにもかかわらずチームは何もしてくれなかったと。そしてそのままシーズン始まって、同シーズンの11月12日クリッパーズ戦、先ほどの事件が起こると。そしてまずドレモン・グリーンは大前提として、彼はチームのためだったらテクニカルファウルもメディアの攻撃も罰金でも汚い仕事でも何でもやると、基本僕はチームメイトのためだったら何でもやると、そういった精神なんやけど、ケビン・デュラントにはそれが分かってもらえなかったと。そして彼はこの事件があったクリッパー戦について話を進めます。このドレモン・グリーンがケビン・デュラントにパスを出さずにターンオーバーして、2人がベンチに戻ってきた後にケビン・デュラントは、なんで俺にパスを出さなかったんだクソ野郎と汚い言葉を使ってグリーンに対して怒鳴ってきたと。それに対してグリーンも反論して、うるせえ、こっから失せろと、お前はただ走ってればよかったんだと。そしてそれに対してデュラントも、お前絶対俺がパスを出せって言ったの聞こえてただろう、パスを出せばよかったんだと。ほんでこの辺でチームメイトが仲介に入って、やめろやめろと。それでももちろん2人の怒りが収まるわけはなくて、ロッカールームに戻った後も口論は続いたと。そしてその後グリーンはヘッドコーチのスティーブ・カーとオーナーに出されて、謝れと、ケビン・デュラントに謝れと言われたんやけど、グリーンは絶対嫌だと、俺は悪くないと、っていうかそもそもなんでシーズン前に俺が相談したのにその時は何もしてくれなかったんだと。とまあこうやってグリーンが逆切れしたことによって、チームは彼に対して1試合の出場停止処分を下したと。そしてその時グリーンはチームに対してこう伝えました。俺を出場停止処分にするのは間違ってると、この問題を解決できるのは俺だけだから、絶対に出場停止処分にするべきではないと。でも結局チームは彼に対して出場停止処分を下して、グリーンはこれに対して怒りをこらえて我慢するしかなかったと。そして表向きはその後2人は仲直りしたって報道されたけど、実際のところは全然そんなことなかったと。仲直りどころかシーズンが進むにつれて関係はどんどん悪化していたと。そしてその後みんなも知った通り、ウォリアーズは NBA の決勝ファイナルまで行くんやけど、ケビン・デュラントクレイ・トンプソンはそこで怪我をして、シリーズもラプターズに負けると、3連覇を逃すと。ほんでその年のオフシーズン、ケビン・デュラントはネッツへ移籍しましたね。そしてドレモン・グリーンはこの他にもたくさんコメントを残しとって、ケビン・デュラントが追った最後のシーズンね、彼が次のオフシーズンにフリーエージェントになるっていうことはウォリアーズにとってエレファント・イン・ザ・ルームだったと。
グリーンはこう表現したんやけど、このエレファントインザルーム、直訳すると部屋にいるぞ。これの意味はこうみんな知ってるけど触れてはいけないようなタブーのトピックだったと。そしてみんなもケビン・デュラントがチームを離れるってことは薄々感づいていたと。でもなんかその話題には触れちゃいけないような感じになっていたと。だからこんなことになるぐらいだったらケビン・デュラントはシーズンの初めに今シーズンがウォリアーズって最後のシーズンだと言うべきだったと。そしてグリーンは続けて、もしもケビン・デュラントが移籍しないでウォリアーズに残りたいとか言い出していたら、ドレモン・グリーンはチームから放出されていたと。絶対にそうなっていたと。そして2017年のファイナル、レブロン・ジェームスを倒して優勝した時も、世間はウォリアーズが優勝してケビン・デュラントがファイナル MVP を取ったにもかかわらず、レブロン・ジェームスがリーグ最強のプレイヤーだと、そういう感じだったのが彼のストレスになっていて、彼の態度もその辺からどんどん変わっていったと。そしてグリーンは最後にケビン・デュラントのグリーンに対しての気持ちは昔と違って今は全然違うと思うと。ただ彼の今後の人生については心から成功を祈ってると。感覚的には別れた恋人に対してそのパートナーのその後を祈る時のような感覚に似ていると、こう締めくくりました。まあグリーンのコメントはこれだけやったんやけど、まあデュラントはこの他にも移籍した後にウォリアーズに対して結構ディスっとうもんね。ウォリアーズのオフェンスシステムはこういう欠点があったとか、ステファン・カリーとクレイン・トンプソンは僕に比べて全然優遇されていたと、なんかそのガキみたいなことも言ったし、でもまあ俺は最初あのクリッパーズ戦を見た時にパスを出さんで突っ込んでってターンオーバーしてミスしたのはグリーンやから、あんな逆切れ戦でももっと控えめになってもよかったんじゃないかなって思いながら見よったけど、この話を聞いてみると、この試合の前からケビン・デュラントとドレモン・グリーンはちょっとギスギスした関係にあったと。それが多分あの試合で爆発したっちゃろうね。いやでも惜しいよね。チームがめちゃくちゃ良かっただけにもう少し見たい気持ちもあったよね。はい、ってな感じで今回は以上なんやけど、皆さんはこのグリーンのコメントについてどう思いましたか？ぜひぜひコメントして、それと高評価を忘れずにお願いします。